はいどうも、エンタのゲームインザボックス、引き続きスメキノピオ隊長をやっていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。エピソード3のもう最終面ですね。28だけこの状況でございますよ。いやね、前回の引き続きで収録してるんですよ。27面だいたい20分くらいかけてクリアしたんかな。で、20分もかかってないかもしれないですけど、クリアして、ああよかったよかった、終わった終わったつって収録終わって、よし休憩しようって思ったんですよ。で、休憩しよう思って、こう立ち上がるときに、椅子から立ち上がるときに、このマイクのスタンドがですね、倒れましてね。で、マイク、今このコンデンサーマイクっつうのを使ってて、で、まあ、そのショックを与えないようにね、このマイクに、ショックを与えないように、ショックマウントみたいなのが最初についてきてるんで、まあ、それを使ってるんですけども、そのショックマウントのこの角っこの部分がですね、キーボードのところに多分刺さったんですよね、あのパソコンのキーボードのところに。でね、X キーボタンがね、取れたんですよ。マイクスタンドのね、うん。それが取れて、X キーがなくなったんですよね、今一瞬。めっちゃ探して部屋の中。そんなに綺麗な部屋じゃないんで、すごい大変だったんですけども。すっごい絡まったコードの間のところにありました。うん。今いろんなレトロゲーム今置いてるから、ファミコンとかスーパーファミコン、ファミコンないわ今。スーパーファミコンとかゲームキューブとか64のそのコードがこういっぱい電源コードが絡まったところにありました。今やっと見つけた。X キーがないと困る。うん。あんま使わないけどね。日本語入力ではあんま使わない。日本語入力はあんま使わないけど、なんか、バトルフィールドとかやるときにね。うん。なんすか、しゃがめなくなるっていうね。うん。しゃがみたいときあるじゃないですか。しゃがめなくなるっていうね。そういう困ることがあるんで、なんとか X キーを探し出しまして。うん。まあ、ついでにね、キーボードの掃除もできたんで、非常にいいかなと思ってるんですけども、オープニングトーク長いですかね。やっていきましょう。ステージ28、決戦大会長ウィンゴ。コインを220枚集めた。うん。集めよう。うん、いきます。これは時間関係ないから、今回は。あらね、すぐ、急がないと、前回のステージは、急がないと、前回のステージは急がないと、溶岩が迫ってくるっていうね、その恐怖感があったから、すごい急いだんですけども、まあ、今回それないからいいですよね。楽だ。非常に楽。あ、これトゲトゲ。トゲトゲあんのか。これなんか怪しいよな。ここ道ないんか。なんか道あるんかと思ってたわ。よし、登ろう。おうおう、危ない。12枚か。これで、そのコイン取れるのか。もう取り残しコインないね。はい、帰ろう。オッケー。これで28枚。あ、そっか、これで38枚になれたんか。ダメージ食らってなかったら。やっちゃったな。わ。これで、おいしょ。残りたいんだよな、そこな。おかけ。掴んで、ほい。どのタイミングで登れるの？ここで、ここで登ればいいか。今のとこ、ここ。ノーくそ、そういうことか。いや、ちょっとこれ0枚でここから始まったら困るわ。あんな中間地点みたいななんねや。220枚でしょ？いけるかね？危ない。
オッケー、取れてる取れてる。え？くそ、見えんかった。マジかよ。このジェンで80枚。最終的に何枚やったっけ？ 220 枚やったかな？オッケー、頑張っていこう。これや、回さなあかんな。こうや。こうや。お、110枚。110枚来ましたよ。これどっか取り忘れないな。あれでももうボスやな。あ、ここ取り忘れてるわ。こうか。これでいけるんかな？これで125万。どっか取り忘れてるとこないかな？220枚でしょ？ここそんなないでしょ？どっか隠れコインあるっぽいな。隠れゴールドキノコあるぞこれ。こことかは？あ、やっぱ隠れゴールドキノコあるわ。これで175。そういうことか。そういう解き方。OK、175ね、今。お前の何回だ。危ない。76。これで。ゆっくりゆっくり、一つ一つ確実にね。おお、危ない。焦った今。ミスれないか今この状況。170枚でもミスれないか今。これ取っても180、190枚ぐらいしかいかないっぽいんだよな。どこだ、取れてない。まあもう一個隠れキノコあるか。一個で満足してちゃダメパターンか。あ、落としちゃった。入ってきた。パンとしたパンとした。これで87いける？これで。あららら、192や。いける？え、こいつ倒してコイン手に入る？ちょ待って、これいかんな。いかんで、これ多分。もう一個ぐらいあるで、隠しキノコ。190枚じゃないでしょ。でしょ。ここも怪しいんだよ。ないか。ここない。うわ、ここ怪しいと思ってたのに。ないか。
あれ？嘘やん。ここあるやん。マジか。こんな簡単なとこにあってくそー、そんな難しくなかった。めっちゃ悩んどったのに、どこにもう一個あんねやと思った。チッキショーやな。あ、倒し、あー、くそ、10枚無駄した。これでもうあとは倒すだけね。222枚いったから、あと倒すだけなんですけれども、うまいこといけるか。ああ、そっちか。株を落とせよ。株を落とすもんやと思ったわ。よし、一発。二発。OK、キャップ。あー、痛い。マジか。わお、株系しよった、お前。最低、最低の人。株消すなんて最低の人。OK、あと当てるだけ。危ない。危ない。危ない。そこ邪魔やし。オッケー、当てた。これでいったわ。やっといった。時間かかったな、これも。これも、あれやな、20秒ちょい。じゃあ、20分ちょいぐらいかかっとるわ。まったく。まさか隠れコイン2個あるとは思わなかったな。隠れキノコ。オッケー、大変やった。なキノピコやっぱ可愛いな。今更やけど。もうパート3終わろうとしてんのに。やっぱ可愛いわ。キノピコ可愛いわ。キノピオ隊長はやっぱり可愛いかどうかわかんないけど。さあ、ここら辺ちょっと飛ばします。はい、続いてください。これでいったでしょう。オッケー、クリア。お、もっともっとコインパラダイス来たな。じゃあ最後やって帰ろう。やって帰ろうってなんやねん。これやって帰ろうってなんやねん。ゲームセンターかなんかが。これちょっとタッチも使ってやってみよう。私もタッチも使ってね、参戦してますよ。穴がない、穴がない。穴がないな。あー、くそ。これやっぱむずいな、これ。トラージのむずいわ。タッチ使ってやったけど。さあ、何だったっけ？エピソード3。無事ね、すべて埋まりましたよ。うん。ちゃんと、キノピオの、その、スターみたいなやつ3つつきましたよね。うん。
いや、いい景色ですね。やっぱステージ20何本まであって、それ全部スタンプつけたらやっぱ心地いいっす。うん。よかったよかった。で、なんかチャレンジ、コースチャレンジみたいなやつ、じゃない、コースチャレンジじゃない、タイムアタックみたいなやつ。タイムアタックみたいなやつは、全エピソードの、そのエピソードの全ステージをこうタイムクリアしても、その、本になんか装飾が入るぐらいで、なんか特に何もない的な話を聞いたんで、これは風の噂で聞いたんでね。まあそれはちょっと、ゲーム実況の方ではやらないということで、したいと思います。うん。まあこれまた全コースね、タイムアタックやろうと思ったら、またこれまた膨大な収録時間になるんで、うん。それも、うん。実況はやめときます。その間喋ることないし、タイムアタックってなるともう喋れないし、うん、ということで次回からはじゃあこのおまけの方をやっていきたいと思います。うん、ということで今回はここまでします。本当はねエピソード3の最終ステージやってからおまけやろうと思ったんですけど、結構な時間取っちゃったんで次回に回します。次回おまけコースやりますんでお楽しみください。ということでエンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。ここ行けばいいんかな。おお、すげえ。影で語る男キノピオ隊長。おお、マジか。ああ、そういうことね。間に合うか。間に合う、間に合った。よし。そう。ゴールドキノコはどっかにあると思うんだけど。